それ以外のところでも、特に沿岸部、太平洋側、あとは内陸でも山沿いのところなどでは、夕方になりますと夕立の可能性十分になります。東日本、気温、そして北日本まで見てまいりましょう。静岡に新たな工程を経ていますので、例えば接種が廃止されて健康被害があった場合は、基本的にはその賠償責任を負うのはどこかというと、製薬会社になるという基本的な。